こんにちは。今日は、グダグダ料理教室の第42弾にしようかな。ことで、里芋の天ぷらを、ちょっと今から、家に残ってたのでね、ちょっと、皮むいて皮を剥いて洗って、小麦粉と水ですかね。塩です。小麦粉と水と塩で溶いたやつを衣にして、んで、今から、フライこれフヤー。ライヤー、これ190度の油で、ちょっと柔らかくなるまで揚げていく感じですかね。はい。ちょっと今入れてもらってるので、ちょっと取るのに集中しようかな。全部入れちゃうか。全部いけるかな。いけるかな。はい、ちょっと この年季の入ったフライヤーで安全に揚げていきましょう。全部入った。衣はだいたいこんぐらいのサラサラな感じ、あんまりドロドロではない感じで、カラッと。これここで、ここからちょっと中身が今どんな感じになってるか。よいしょ。ああ、曇っちゃった。はい、こんな感じですね。ちょっと混ぜた方がいいんですよ、これ。じゃないと、揚げるときに、揚がったときに全部バーッとくっついてしまうので。レンジにあれば作るの。大丈夫、大丈夫。ということでどですね、じゃあちょっと上こがへ。る上がったまらで、さらに取ったのに。少々お時間があるので、一旦前半戦を終わります。